原辰徳監督が正式に退任を発表し、阿部慎之助新監督の下で新たなスタートを切ることとなったジャイアンツ。前回原監督が退任し、高橋由伸監督が就任した時と同じような形で、成績が振るわず低迷しつつある中での監督交代ということで、チームが上昇気流に乗れるかどうか、懐疑的な声も聞こえてきています。しかしながら、少しずつ若い選手が育ってきている状況でもあるため、思わぬところから秘密兵器のごとく活躍する若い選手が出現することも期待されています。そこで本日は、阿部慎之助の言葉や球界関係者の言葉から、来季ブレイク間違いなしの隠し玉について紹介していきたいと思います。巨人の投手問題。阿部慎之助新監督は2019年に現役を引退すると、2020年から2軍監督を務め、2022年には1軍の作戦兼ディフェンスチーフコーチ、今シーズンはヘッドコーチ兼バッテリーコーチと、短期間ではあるものの下部組織からトップチームまであらゆる役割を歴任してきました。したがって前任の原監督に比べるとチーム全体を見渡してきた経験が多く、これから成長していくであろう若い選手への理解が深いと言えそうです。そんな阿部新監督は今シーズンの終盤にジャイアンツの OB でもあるアレックス・ラミレス氏の YouTube チャンネルに出演した際、今シーズンのジャイアンツについて、戸郷は計算できるし、山崎も負け数に対して勝ち数が多いので高評価に値すると語っていましたが、投打が噛み合わないシーズンが続いていると問題点も指摘していました。実際にシーズン終了後の成績を見ると、戸郷投手が12勝5敗、山崎投手が10勝5敗の他は勝ち星が先行する投手がほとんどいないような状況でした。またシーズンを通したホームランの数は164本と、12球団で比べても2位のスワローズに41本の差をつけてダントツのトップだったにもかかわらず、最終的には71勝70敗に分けの貯金1、リーグ4位でクライマックスシリーズの出場権を逃してしまったことは、いかに投打が噛み合わなかったかを示していると言えます。このように分析している阿部新監督がその才能に惚れ込んだと言われるジャイアンツ復活のキーマンとはどのような人物なのでしょうか。阿部新監督が期待する投手。阿部新監督には秋季キャンプから今シーズンの課題の克服と若手の育成という課題が待っています。そんな中で阿部新監督が期待する秘密兵器と目されている選手がいます。その選手は京本誠投手。189センチの長身から投げ下ろす角度のあるストレートとチェンジアップやフォークを武器にする本格派右腕です。京本投手は2004年生まれの大阪府出身の19歳です。中学時代に大阪のボーイズリーグでジャイアンツカップ優勝を果たすと、大分県の明豊高校に進学します。1年次からベンチ入りを果たし、2年次の秋からはエースとしてチームを引っ張ります。2021年の3年次には春夏連続で甲子園に出場し、特に春の選抜大会では東播磨、市立和歌山、智弁学園、中京大中京といった強豪校を倒し、決勝に進出しました。東海大相模に敗れて惜しくも準優勝となりましたが、先発やリリーフとして活躍したことで、同年秋のドラフトでジャイアンツから育成7位指名を受けました。2022年はじっくり体を作りながら、2軍ではシーズン終了間際の1試合の登板にとどまりますが、その試合で5回1安打無失点と好投。シーズン後のフェニックスリーグでも安定した投球を見せていた中で、1軍首脳陣が視察していた日本製鉄カズサマジックとの練習試合に登板しました。そしてこの試合で2回無失点に奪三振の好投を見せ、視察に来ていた原前監督が、目立っていた、ストレートも変化球もコントロールも良い、良い意味でオールラウンダーであるという印象を受けましたと語り、当時はヘッドコーチだった阿部新監督も、初めて見たけど良いピッチャー、角度があるし変化球も操れる、持ち球にチェンジアップがあるのも興味深いです
おそらく秋季キャンプにも連れて行くことになるでしょう、という高評価を獲得しました。支配下になれなかった2023年シーズン、迎えた今シーズンは2軍の先発ローテーションの一角を任され、期待通りの活躍を続けてきました。しかしながら念願の支配下登録は叶いませんでした。しかしシーズン中盤には、今最も支配下登録に近いジャイアンツの育成枠の選手としてネットニュースにも取り上げられるようになります。体重をキープしながら体脂肪率を 21% から 15% に減らし、筋肉量を大幅に増加させたことで、1年前は147キロだったストレートの最高速度も150キロを超え、変化球とのメリハリがより一層効くようになってきました。支配下登録入りを望む声が多く上がる中、京本選手本人は、意識しすぎても良いことはないので慌てずに、しかしいつ声がかかっても良いようにしっかり準備を重ねていきたい、と謙虚な姿勢を見せました。結局、今シーズンは1軍に上がることはありませんでしたが、2軍でのシーズン成績は13先発5勝4敗、防御率 2.36 という好成績を収め、このシーズンオフでの支配下登録入りが期待されています。思い返せば2021年のジャイアンツ入団時には、中学時代に当時高校生で現在はジャイアンツのエースである戸郷投手を見て、そのレベルの高さに驚きました。戸郷投手のようなスケールの大きい信頼の置かれる投手になりたいです、とコメントしていました。入団から2年が経過し、筋量も増えてスケールアップしつつある今、京本投手は少しずつ戸郷投手に近づいていると言えます。京本選手は今季途中にインタビューで、ランナーが出てピンチになっても冷静に投げられるところは自身の強みだと思っている。ランナーが出るとギアが上がる、と話しており、またジャイアンツの三沢投手コーチも、状況に流されることなく自分のピッチングができること、投手を表に出せる投手は強い、と太鼓判を押しています。5年前のジャイアンツカップで力投した東京ドームのマウンドを本人も待ち望んでいます。ジャイアンツの番記者を16年間担当したスポーツ報知の水井元博氏は、報知プロ野球チャンネルで、2軍のローテーションを守っているのだから実質的に支配下、と評し、合わせて、本人のモチベーションが心配だったが、来季に向けていろいろなことが試せるとポジティブに考えていたので問題ないでしょう、と評しています。来シーズンは京本選手の名前が各紙を賑わせることになるかもしれません。いかがでしょうか。高卒2年目にして、今一番一軍に近い選手の評価を受けている京本投手、2年連続 B クラスというネガティブな結果となったジャイアンツを、阿部新監督が来シーズンいつ京本選手を支配下登録し、どのシーンで起用するのか、そしていつかは戸郷投手のようなチームを背負って立つ大投手となり、日本代表として WBC などで活躍してくれるのではないかと全ジャイアンツファンが注目しています。これからも京本選手に期待していきたいですね。このチャンネルは、これからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。